ね、もうこれね待ってられないと思うんですよ時間的に、うん、そうでしょな、もう早く SRB を開始して水を注入して圧力を注入すると、もうこれしか今手法ないと思うんで、はい、いいですかそれで。いいと思います。ちょっとよく聞こえなかったんだけど、ちょっと確認してくれるか、なっつったの。もう SRB、 いやもうね、原子炉はもうギリギリの状態になってるから、ね、もうギリギリ過ぎてんだけど、そうですね、水を注入するということが一番重要なんで、はい、早めに SRB を開いて、電圧して、水を注入したいと思ってるんですが、はい、いかがでしょうか。よろしいでしょうか。ちょっと待って、ちょっと待ってください。SR弁を吹かして、ただし、冷静に考えていただきたいんですが、今開く SR 弁は1弁しかないということと、あと、あの、DD だけじゃ圧が足りないということと、あと、その仮設のやつが、接続されて、きちっと圧が立って、注水ができる見通しが立ってから、立ってます。それが正しいと思います。あの注水機能が生きないと話になりませんから、それが確保できてるってことは絶対確認してください。注水機能の方はスタンバイして後は立ってるんじゃないの。ちょっとあの本店の人を静かにしてください。ちょっと静粛に判断にかかる話なので、ちょっと静粛にしてください。本店静かにしてください。はい、一応続けてください。ですね、まず今炉がこんな状態なんで、早く水を注入したいということで、SR 弁を開いて、減圧して、消火ポンプから水を入れたい。で、消火ポンプはラインナップが全て終わってるんで、ただまだあの圧が立つかどうかの確認をしてないんで、今から、繋いだ状態で、圧が立つかどうかの確認をします。でその上で圧が十分に、これ10キロ以上立てばいいか。すいません、ちょっと緊急でよろしいですか、はい、プラントの情報です、SR 弁が1個チャタリングしてましたけれども、それが中間階まで、はい、炉の圧力に負けて開きました、はい、それで今、もう減圧されまして、はい、炉圧は、7メガパスカル台から、5メガパスカル、0.5 メガパスカル、もう 0.5 まで来ましたんで、行っちゃった、 OK、 もうこれはもう時間によらない、注入指示 OK、 もうあつも出すんで、じゃあ OK。